最後に相対性にに相性ついいて簡単に言います3次元の相対性なんですけれども3次元の多面体において各面の中点を中心それから隣り合う面を結んでいる線分を辺としたそういう立体を元の立体と相対と言います例えばご覧のように正四面体と正四面体は相対です正六面体と正八面体も相対になっています さらに、正12面体と正20面体も相対です。で相対の場合は、作り方から分かりますように、えー、例えばこちらで正6面体を例に挙げますと、正6面体の面の個数が6枚なのに対して、正8面体の頂点の個数が6個になります。このように入れ替わります。一方、辺の本数は変わりません。えー、これが、えー 次元の対性であります。次は4次元の相対性について述べます。で、4次元の場合は、方の中心を Y の頂点とします。例えば、この今、右の方を考えますと、この右の方の中心を頂点とします。で、隣り合う方を考えます。例えば、今、こちらの方ですね、この向こう側の方,方ですけど、こういう方ですけれども、この方の中心を考えます。 でこれを結ぶ線分を辺といたします。えこのように、えー、これを、このようにですね、各方の中心を頂点として、隣り合う2方の中心を結ぶ辺を辺とすると。それを相対と言います。そうすると、例えば、正8方体の頂点の個数と、正16方体の方の質数が同じになって、正8方体の方の質数と、 正十六方体の頂点の個数が同じになるとさらに四次元ではこのように辺の本数と面の枚数も入れ替わりますちなみに正五方体はそれ自体と相通になっています外側の立体が正八方体です でこの正八方体に相対な図形というのは、まずこちらの方の、えー、真ん中頃に点を取ります。それからこれと隣り合う方、例えばここの方ですけれども、ここに中心を取ります。で、これを結んだのが辺です。そ大体どんな形になるかと言いますと、この正八方体の、例えばこの4つの、こういう4つの方の中心を結ぶとこういう四角形ができます。さらに、この上の方と下の方の中心と結んでやると、 ご覧のような八角形ができます最後にこの小さな一番小さな方 ABCDFGH と外側の大きな BIGABCDFGH の中心を考えますそれらは厳密にはですね一致しているはずなんですけれどもわざとちょっと外れたと離れたあの斜めに見た形にしてやるとこのようにずれた2点になりますで以上が えー、結局これで全部で、えー、1,2,3,4,5,6,7,8ができたわけですけども、この8つの頂点からなる立体ですね。で、あと、こう、隣り合う方も進んでいくので、辺の本数は、例えばこの頂点からは6本です。えー、ご覧のように、例えばこの頂点からも1,2,3,4,5,6で6本です。ですから、どの頂点からも、辺が 6, 6つ出て、頂点の個数は8つですから、 これは16方体になりますどのような形かと言いますと八角形の中に少しずれてですね2点が入っていると必ずしもずれる必要はないわけですけどもちょっとわからなくなるのでずらして書いてありますでこのような図形は実はやはり 立体で見ないと分かりづらいので、私はゾムツールというのを使って実際に立体を作りました。ただそれをここでインターネット上で見せるのはちょっと無理なので、その代わりといってはなんですけども、その日本ゾムクラブのウェブサイトに置いてあった図を、CG をお見せしたいと思います。これは日本ゾムクラブのウェブページから借りてきた図です。 こういう図になりますでゾムツールというのを買いますと、こういう風な玉が入ってまして、この玉に色の違った、こう、この刺せるところが違ってるんですね。ここは例えば四角ですし、えー、こ,のさこの黄色いやつは三角だったりとかいうこうに、刺せるこう穴が違っています。この穴が開いてるんですけども、こちらは三角、四角、あと五角形の穴もあります。このように色によって、ここは五角形ですね。この二のによって刺せるところが違うので、 それを利用して、まあ、比較的簡単にいろんな立体を作ることができます ZOM ツールというのは何か高校の先生とか中学や小学校の先生方も興味を持っている方がいらっしゃるみたいで日本 ZOM クラブというのもあります私も実は会員になっています それではこれでプレゼンテーションを終わります。